こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケットプラス。おはようございます。笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます？農園で収穫できます。届いています。ご存知ですか？さっさとやってしまいまして、メインのカサゴ川上ですね。こちらに移っていきましょう。今486キロ、ベストバ体重は488キロ。今3歳馬なんで、ダービーはただ長いんですよね。NHK マイルとかかな。でももう NHK マイルは終わってしまった。何か。ご存知ですか？タフな馬が求められますね。寿命も短いし。もう一周休ませて。あと悪くなさそうな気はしますよね。先日の話なのですが、赤いプリンセスですが、レーシングプログラム見てみよう。そうだ、この馬牝馬だったんだ。帝王賞とか出れますけどね。あれ、ミスダービー、ジャパンダートダービーですね。まずまずでしょうか。嬉しそうですね。これが無能なナーの声と一緒とは思えない。うまいですよね。結構スタミナが減ってしまった。まずまずでしょうか、育てていきます。今週は6月を1週間帝王賞には出られない。七夕賞とかラジオ日経賞がいいかもしれないですね。ちょっと出す適当なレースがそんなにない。本音を言えばジャパンダートダービーだけどな。大根。嬉しそうですね。エプソムカップ。
竹豊か。何か用ですか？チャンスに見えます。一番人気です。これは勝ちたい。 1.5 倍ダントツを一番人気。投票受付を開始します。印もグリグリですからね。距離適正もあります。このレースは落とせないんじゃないかな。ということで G3 エフソロカップ発送です。府中の森で行われる一戦、直線の攻防にも注目です。エフソムカップ 1800m、 スタートの悪い馬がいますが、11番バサハヤドリーム、これは追い込みの馬ですから大したことはないと思います。先行するのは何か、押し出されるようにしてサラピアが先頭です。この辺りちょっと離れている7番ベイエンダ、ブレスジャーニーが内々を通っています。そしてその外に8番片野川上、それから2番ソームリッタリング、その外からは12番ベルカニオン、そしてその後ろからミッキースワロー、マイネルサージュが並んでいます。内を通りまして4番アップクォーク、まもなく第3コーナーに差し掛かります。プロディガルさんがかわしていきました。外を通りまして10番湘南バッハ、ちょっと離れて11番バサハヤドリームであります。先頭の方はどうなっているか、これが先頭、サラキア、レイエンダ、それからブレスジャーニー。府中のスタンドが揺れています。片野川上は4番手、依然先頭サラキア、ちょっと差がある。3番手に片野川上、ムチが飛んだ。竹豊と片野川上、一番内サラキアが頑張っている。片野川上が3番手、レイエンダ懸命に追う。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。片野川上が差を詰めてきた、一気に抜けた。片野川上突き放すか。ソーグリッタリング懸命に追う、ムチが飛んでいる。ソーグリッタリング、ムチが飛んでいる。ソーグリッタリング一着、片野川上末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。なんといい足を使いました。今回は競馬もできるんですね。まあ、スピード違いがあるのかもしれませんが、エプソムカップ制覇です。素晴らしいです。1着8番、2着瞬発力です。3着3番。やりました。見違えるようですね。スタートがいい、いい仕上がりです。ジャパンダートダービーはもう3週間。ご存知ですか？ちょっとこれ馬体が減りすぎですね。ジャパンダートダービーどころじゃなくなってしまった。ムーランドロンシャン賞の方がいい。何か
ご存知ですか？ちょっと調子が落ちている。いい感じですね。会話か。いい仕上がりです。さあ、ムーランドロシアショー本番です。今週はレースがあります。状態良い状態だそう。ベストボタージュ上がってますね。やはり気合十分ですね。プラス4キロじゃないといけない。適正な馬体重です。何か用ですか？馬体重調整文句なし。さあ、これでムーランドロシア賞に挑みますね。11頭立て。2番人気ですね。6.0 は2番人気。投票受付を開始します。1番人気は8番ローマラインズと 5.0 倍なので、サーカスマキシマムとともに、混戦の状況ってことになりますよね。行ってみましょう。初の海外遠征です。ムーランドロシア賞、ロシア競馬場、芝 1600m。 もちろん G1 11頭立てです。ゲートイン終わりました。体制完了。ゲートが開いて飛び出した11頭であります。2頭ほどスタートの悪い馬がいますが、9番シャーマン、それから10番ロードグリッターズ。さあ、先行争いであります。先頭に立ったのはサクセスデイズ、そしてその後ろからサーカスマキシマス、もう1頭11番ウィズアウトパロール、ラインオブデューティー、それからロビンオブナバン、そして6番手に1番片野川上であります。外を通りまして7番フェニックスオブスペイン、内を通りましてオルメド、ローマナイズドはこの辺り、シャーマン、シンガリから10番ロードグリッターズであります。馬場コンディションが何とも微妙です。これが先頭サクセスデイズ、それから離されまして2番サーカスマキシマス、外を通ってウィズアウトパロール。大歓声が上がるロンシャン競馬場、大歓声が上がるロンシャン競馬場、片の川上直線伸びてくるのかどうか。1番内サクセスデイズが頑張っている。3番手にサーカスマキシマス、ローマナイズドも追い込んできた。内が飛んだエリート、ローマナイズド抜けた抜けた。2番サーカスマキシマス頑張る頑張る、メイヤーとサーカスマキシマス、シャーマンも差を詰めてきている。粘った粘った、サーカスマキシマス、ロードグリッターズ懸命に追う。1着2番サーカスマキシマス、1番人気のローマナイズドが2着。実際3着に入ってないだろうね。次に備えましょう。5着、1着、双子、2着、8番、3着、3番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。仕上がりです。いい感じですね。小さなレースで実績積むしかないですね。電池が切れそうです。びっくりした。ということで電池切れそうなので、電池が切れそうです。さっさと終わらせたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。電池が切れそうです。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト
表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。